トリノ・タラデガは自動車の一車種であり、米国フォードモーター車が1969年のモデルイヤーに自社の中型車の市販製品群に加えたフォードトリノをベースにした特別なハイパフォーマンス使用車である。この車両は1969年にのみ製造され、その名称はアラバマ州のタラデガスーパースピードウェイにちなんで名付けられた。トリノ・タラデガは 文字通りトリノの特別なレーシングバージョンであり、フォード車がナスカールに参戦するための車両として、ホモロゲーションを取得するために必要な出荷台数を確保するためだけに市販された車両である。総生産台数は試作車も含めて754台であり、すべてが1969年の1月から2月にかけて、フォードのジョージア州のアトランタ工場で製造された。 トリノタラデガは1969年式トリノの会社種であるフェアレーン500スポーツルーフまたは銅にドアハードトップをベース車両としていたが当時ナスカールに参戦していた市販車両改造型のフェアレーンやトリノが当時流行していた埋め込み式のフロントグリルとヘッドライトの装着によるフロントフェース上の大きな凹面による空力特性悪化に苦しんでいたのを踏まえて より高度なエアロダイナミクスを得るために市販車両よりもスマートなフロントセクションが与えられた。トリノタラデ川ベース車両よりもフロントノーズを5イン伸ばして全長206インとしフロントグリルをフロントフェースに平滑に合わせて装着した。そのフロントフェースにぴったり合わせるように装着されたフロントバンパーはもともとはリアバンパーであった部品を フロントエンドに合わせて再整形したものであった。ボディサイド仮面のロッカーパネルは、ナスカールの規定ギリギリまで地面に近づけるために、曲面の整形そのものがやり直された。競技車両としてのトリノタラデガに搭載されたエンジンは、フォード385エンジンをベースに排気量を 429CU インとした、フォード429ボスエンジンである。 これは FE 型オフ V8 をベースに、再一 C 化した、フォード427再一 C カマーエンジンが、ラスカールの制限規定によって、使用禁止になったためである。トリノタラデガのホモロゲーションの取得方法は珍しい、もので、トリノタラデガの量産車両には、パワフルではあるがレースでの使用は想定していないフォード428コブラジェットエンジンを搭載して、販売。 車体の公認を取得しながら並行して、ボス429エンジンの公認取得のために、同エンジンを搭載したフォードマスタングの限定バージョン、マスタングボス429を販売して、エンジンの公認を車体とは別に取得するという、方法論を取った。トリノタラデガの量産車両で、唯一のオプションは、車体色のみであった。ウィンブルドンホワイト、ロイヤルマルーン、 プレジデンタルブルーの3色が用意された。トリノ・タラデガは、フォードが、サーキットでの勝利のために心血を注いだ車体であり、その期待通り、ナスカール1969年シーズン中に29勝を上げ、年間チャンピオンの栄光も勝ち取った。トリノ・タラデガの活躍に触発されたクライスラーは、最初の挑戦者として、ダッジ・チャージャー500、チャージャー500を送り込んだが、 トリノ・タラデガの前に乾杯を喫した。あとの1970年には、ダッジ・チャージャーでレートナと、プリムス・スーパーバードを投入し、トリノ・タラデガを擁するフォード勢へと激戦を繰り広げた。しかし、1971年シーズン前に、マスカールは俗に、エアロー,オーリアと呼ばれた大規模な空力孵化物を装備した車両を全面禁止することとなり、 トリノ・タラデガより始まった、エアロカーの時代は幕を閉じることになった。エアロウォーリアの第一世代車両である、トリノ・タラデガ、マーキュリー・サイクロン・スポイラー、ドースポイラー2の集合写真。トリノ・タラデガはナスカール1969年及び1970年の、たった2年間だけ花開いた、エアロカー時代の先駆者でもあり、エアロウォーリアの第一世代の車両でもあった。 同時期に、マーキュリーも、マーキュリーサイクロンの特別仕様、マーキュリーサイクロンスポイラー2を投入して、フォード勢の一翼を担う存在となったが、究極のエアロカーでもあったプリムススーパーバードに、対抗するために、1970年シーズン中に、フォードは大規模空力不可物装備車両である、フォードトリノキングコブラ、第2世代のマーキュリーサイクロンスポイラー2の投入を、計画したが、 1970年シーズン後に、ナスカールが参戦に必要な最低生産台数を、従来の500台から3000台へと、大幅に引き上げるレギュレーションの改正を行った、ことにより、フォードは、キングコブラの投入を断念。ナスカールへの参戦は、幻のまま終わった。今日では、鳥のタラデガは、コレクターの収集品としての扱いを受けているが、 EN、モパルセイアロカーほどの取引価格の高騰は発生していないとされる。チャージャーデートナやスーパーバードはトリノタラデガの小規模なリアウィングを凌駕する非常に巨大なリアウィングを装備していることもその一因であるともされている。クライスラーの部品製造部門であり、クライスラー車全般を示す言葉でもある。ありがとうございます。